熱血コンサル基礎産業。東京と北海道のニセコに民泊の物件を持っています。コロナで長期間売上が激減しています。毎月赤字という状態が1年以上続いているんですが、シェアオフィスで業態転換補助金を申請しようか悩んでいるんですが、そもそもこのビジネスでいいのか悩んでます。この話はね、よく相談きます。結論から言うと、このビジネスに行かない方がいいのかな。事業再構築補助金の一番こう大事なところ、移ったところが要は寡占状態になると出ないというかね、いうのがあるじゃないですか。まずその寡占状態とはどういう状態なのか、まあレッドオーシャンですね、っていうのはどういう状態なのかというと、マーケットがあったとしてもライバルが多いっていうケースもあれば、その要はマーケット自分ライバルが少ないんだけどマーケットが小さいってケースがありますよね。これ東京とニセコじゃないですか、両方ね、そこの寡占状態に入ってますよね。特にニセコは昔その中国のね方がインバウンドですごく来るってことでめちゃめちゃ伸びてた時期があったじゃないですか。この間ね、ある方が、まあ政治家の方も、まあ、捕まってましたけどね、カジノを呼ぶとか呼ばないとかね、そういうのね、苫小牧に呼ぶ呼ばないみたいなね、そういう、まあ IR の関係で、まあ捕まってましたけども、やっぱりこう何かが誘致されるって言うと、やっぱムードが上がるんですよ。で、ムードが上がってくるとそこの地価が上がるみたいなね。で、そういうところで、やはり民泊の、ニーズがあるから、これ始めたとかね、マーケットがでかいところに行くから、まあ、そこ行ったいう話があるんですけども、事業と投資ってもともと違いますからね。投資的な要素も考えておかないといけないんですよ。例えば、まあ、不動産で行くと、例えば今北海道の札幌とか売り案件がもうないとかって言われててですね、で、まあ、やっぱりポートフォリオの一環として投資家が探してるみたいなことがあるから、その先に押さえとけばその地価が上がるから、その時に売って儲ければいいというような資産がある、資産を買うっていう名目でその事業を起こすっていう話であれば、その民泊なんかもね、いいと思うんですけども、借りてるじゃないですか。こういうサブリースで借りてやってるってことになってくると、その期間の間やっぱり借りておかないといけないみたいなね、契約があったりとかするので、基本やっぱり難しいのかなと思いますね。で、じゃあ何かを、そこで、まあ、また新しくこうシェアオフィスをやるってことになると、シェアオフィスって、会社を相手にするじゃないですか。だから法人を要は、集めれるだけの、要は、会社があるかどうかってことですよね。で、この人今まで民泊やってて、せいぜいホームページに載っけてただけなんだと思うんですよね。そうなってくると、やはりこのシェアオフィスをやるための集客がどうやってやるんですかってところに問題が出てくるんですよ。じゃあ接近戦でやっぱりよそでシェアオフィス使ってる会社のところに行って、ここより安くやりますよみたいなことで一個一個入れていくとかね、実はうちの会社シェアオフィスやるとそこそこ儲かるんだろうと思うんですね。創業支援のフルサポっていうサイトがあってですね、そこで創業したいっていう人いっぱいいるじゃないですか。だから事務所どうすんのみたいな話になったら、大体みんな静岡とか、例えば大阪とか、そういう地方の人とかが創業したいだけど、そのマーケットの大きいところを捉えることができないみたいなね、いう、まあ、創業の希望される方っていうのが多いから、じゃあ東京にヘッドオフィス構えるような形にしたらいいんじゃないのっていう指導をして、もうちょっとここにシェアオフィスがあるから、ここへ、まあ、月1万円とか2万円で貸し上げるよみたいなね、そういうことをやれば、その創業支援っていうレイヤーがあって、こっちに、要はシェアオフィスっていうレイヤーを持つことができるから、こう縦に伸びるというかね、いうことができるんですよね。だからそういうふうな、お客さんを集めるスキームっていうのをどういうふうに作り込んでいくのかっていうところが、この話は事業の再構築の当たりどころとしてまず間違えてるのかなというふうに思いますね。じゃあこれ僕だったらどうするかっていう話なんですよね。まずそのニセコはやっぱり撤退するべきかな。ちょっとしばらく僕札幌支店持ってるんで、割と余市とかあの辺にもお客さんいてよく行くんですよ。だけど
やっぱりちょっとね、観光支援以外のところでっていうと、まあもっとってね、コロナが例えば来年収束するとかいうことになればまた伸びてくるいう可能性はあるかもしれないんですけど、今現時点で資金がないじゃないですか。で、そこをやっぱりこう、維持していく必要というか、維持することがまあ難しいのかな。僕だったらやっぱ東京一本にまず絞っていくということを考えますよね。で、じゃあそのシェアオフィスって、オフィスでやろうと思うから、まあ難しいと思うので、例えばその塾とかね、勉強をするための部屋とか、いう話であれ、あと打ち合わせをするための会議室、貸し会議室みたいなね、いう方向性に切り替えるっていう話であれば、まあ補助金とかもいけるのかなという感じはします。だって B も C も両方いけるじゃないですか。だから、B も C も、法人対法人向けもいけるし、個人もいけるし。その勉強のやり方を教えるとかね。例えばそういうふうな、その YouTube とか SNS とかを自分で立ち上げといて、ここで勉強できますよみたいな。自習室的なね。あとサラリーマンの人なんかも、やっぱり仕事終わって家に帰るっていうところが、なかなかそのめんどくさかった。家帰って勉強してっていうのがね、僕もそうだったんですけどね。なかなかその通勤が長いと。やっぱ元気なうちに勉強して帰らないといけない。仕事しないといけないみたいなね。あとスターバックスとかね。ああいうところが結構いっぱいだったりすると内緒話するのにレンタルオフィスというか、要は貸し会議室みたいな形で細切れにこう売っていくみたいな。時間貸しみたいなことを上手にやっていく中で、まあ今の自習室とかやってくるとやっぱり終電逃したりとかするだろうから民泊も残しておくというね。そうするとこっちの民泊の方が生きてくるみたいなね。そういう要はレイヤーの組み立て方を指導するんだろうと思いますね。だけどどっちにしてもこれで補助金を取りに行くっていうのは逆に間違いなのかな。なんでかというと、中小企業持続化補助金みたいな、100万円ぐらいで済むような、補助金の申請から入っていった方がいいのかなというふうにはちょっと考えますよね。あんまり規模がでかいと、事業再構築やるにしても自己資金かかるから、自己資金をじゃあどうやって調達するんですかみたいな問題になるじゃないですか。だから事業の実現性。これライブとかでやってる動画があるので、ダイジェスト版があるんで見てほしいんですけど、年商3000万とか2000万の会社の方が、その2000万の設備投資をやるっていうのは基本ちょっと難しいんですよね。通りにくいというか、事業の実現性から見て通りにくいっていうところがあるから、だからこの辺のこうトータルパッケージで見ていく必要があると思うんですよ。だから今の事業でどうして集客できてないのかってところからやる必要があると思います。逆に考えてみてほしいんですけど、飲食これだけダメだダメだって言ってて、飲食で伸びてるフランチャイズって実はあったりするんですよね。それにはやっぱり何かそれなりの理由があるんですよ。で、それってやっぱりたくさんいろんな事業を知ってる人に相談しないといけないというふうには思うんですよね。ここの部分に関してはやっぱり一定以上の実績がございますので、ぜひ一度ご相談いただければと思っております。